この動画でおなじみの世界的 UFO 研究家、スコット・ウェアリング氏が、火星で宇宙人の武器ともあれる品物を発見しました。これまでウェアリング氏は、スプーン、マチェーテ、ヘルメットと火星でいろいろなものを発見しているわけなので、レパートリーが増えることになります。では早速見ていきましょう。ウェアリング氏が運営するブログ、UFO サイティングスデイリーによると、NASA 火星探査機、キュリオシティが撮影した画像の一つに、それは映り込んでいたといいます。一体何が映っていたのでしょうか？なんと、巨大なポケットナイフが映っていたといいます。キュリオシティの写真の中に、巨大なポケットナイフを発見しました。このナイフは地球にある古めのポケットナイフにとても似ています。ただ、火星のポケットナイフは30センチほどある巨大なものです。完全に開いたら60センチはあるでしょう。これを使っていたエイリアンはきっと巨大だったに違いありません。ところで見ての通り、ナイフは半分開かれた状態で、まさにこれから使用される直前だったようです。何らかの理由でここに落としてしまったのでしょう。これまでにスプーンやマチェーテも発見されていることを考えれば、この物体がポケットナイフだという可能性も否定はできません。遠い昔に火星人が使っていたのでしょうか。ところで、なぜ火星で発見されるものは、ここまで地球のそれと似ているのでしょうか。もっともらしい説明として思いつくのは、心理現象、パレイドリアと言われています。普段見慣れたものを全く別のものに投影してしまう見間違いの一種です。火星の何の変哲もない岩が、普段見慣れている地球の日用品に見えてしまっているだけかもしれません。もう一つの可能性は、人類が火星からやってきたという説です。かつて火星人がやむを得ぬ事情で地球に入植してきて、そのため火星文明と地球文明には共通点があるのかもしれません。あまりにも多くの不自然なものが火星で発見されています。今後の発見にもますます期待したいですね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。